かしましたか？急に立ち止まられたので何かあったのかと思いました。もしかしてお困りごとですか？そうだったんですか。ではでは、改めまして楽園にようこそ。ああ、大変失礼いたしました。名乗り忘れるとは大失態でした。私の名前はアメ。この楽園の保守管理を担当する少女型人工知能です。はい、猫型でもタヌキ型でもなく少女型です。もう一回改めまして、風名島へようこそ。いいえ、名乗っていませんですね。先ほど入島手続きをされた際の情報はすべて雨のメモリーに記録されています。です、風名学園に転入されるための入島で、お住まいは学園の寮の予定ですよね。空港を出られた後、空を見上げてしばらくぼーっとされていましたよね。ですので何かお困りかなと思い声をかけさせていただいた次第です。考え中ですか？困りごとなら遠慮はいらないですから。はい、お待ちします。体感した方がと思いまして、手のひらにそっと乗せてみてください。そうなんです、それは冷気を発して気温調整しているんです。常夏の島で快適に生活していただくための人工養成なんです。それならお任せください。徒歩での計算でいいでしょうか？それでしたら道なりで残り 1418m です。道草なしで徒歩18分程度の想定になりますね。風名学園の寮は敷地に併設していますから、とりあえずは学園までご案内しますね。
をしていないんですよ。空港ができてから港はあまり活躍していませんので。ですが景観に貢献しているので取り壊さずに残しているんですよ。時々明かりがつくこともあるんですよ。調査船が出る時とかはしっかり働いてくれます。体も冷えてないし大丈夫じゃないかな。心臓も動いてるし呼吸もしてるし。そうですけど。あ、気がついたみたいだよ。嬉しそうに海を眺めていたとは聞いたけど、だからって獣なしバンジーは感心しないぞ。ねえ、聞いてる？あ、もしかして体が痛い？どこか打った？気持ち悪くない？水飲んだりしてる？私の目、まっすぐ見て。うん、さっきまで気を失ってたけど、視点はもうしっかり合ってるみたいだね。したのかな。うん、ダイブ。だって海に入らないと溺れたりしないでしょ。泳げないのに飛び込んだの？まさか何かの特訓？あ、我が子を千なんとかの谷に突き落とすとか、そういうふりをしてみたとか。なんで？ひまり様に引き上げていただいたんですが、
なかなか意識が戻らずに心配したんですよ。それが、その、落ちていないんです。ですね。雨の手、握ってみてくれますか？最初にお話ししました通り、私は少女型人工知能、雨なんです。この島の保守管理を行うため、どこにでも瞬時に現れ、消えることができます。雨は実体のないホログラムなんです。まだ信じられないというお顔をなさっていますね。しておけばよかったですよね。本当にすみません。腑に落ちないって顔してるけど、ホログラムだからって気にすることはないと思うな。だって、不都合とか不具合とか、遺憾の意を表明とか、そういうのがあるわけじゃないよね。じゃあ、気にすることはないんじゃないかな。映像でも何でも、アメちゃんはアメちゃんだから。決まりでいいよ。たまたま近くにいて